はい、こんにちは。レクセン講師の矢島です。本日は2020年の司法試験合格目標向けにですね、新しく9月の方からパンフレットを出してるんですけれども、そちらの方に掲載されている、私の講座の方のご案内になります。でレジュメの方をダウンロード、できるようにしてもらってるんですけれども、ダウンロードできない方はですね、画面の方にレジュメ映しますのでね、画面の方ご覧くださればというふうに思いますね。でちょっと画面の方を切り替えますね。まずですね、私の方で2020年合格目標向けに用意している講座はですね、このレジュメ1ページ目の一番上のところになりますけれども、こちら2020年の、試験の方で出題される改正法とか、あと判例の方ですね、全てそちらの方に対応済みになってます。あと改正されてないところに関しても、やはりこう最近の、試験の質をしっかりと考えてですね、その翌年の試験、次の試験に対応できるような、ようなものに改良を、しているように、しております。で具体的にどんな講座があるのかというと、この次の、ところなんですけれども、2つ目のブロックのところになりますね。合格に必要な能力を身につけるための、4つの講座ということで、4つの講座を、こちらの方で用意させていただいているんですけれども、もうまずですね、この4つの中でも特にこの1、2、そこのところが本当にこう核になるところだということでね、ちょっとこう先にこちら1、2の方をご紹介します。でこの下のところですけども、まず1、この矢島の促進インプット講座ですね。これ大体約108時間ぐらいでね、必修7科目のインプット一気にやっていくものなんですけれども、実際使うテキストはA4 の紙の約半分のね、A5 サイズのもので、これ実際私が手に持っているものは今年の新年度のね、2020年の改正法に対応をしているテキストなんですけれども、こちらの方をですね、使ってやっていきます。でテキストの中身ですけれども、こう出題、特にこう論文試験ですね、の方でこう出題されたところがどういうところから出ているのかというのが分かっていると、こう受験生の方も、勉強しやすいと思いますので、この関連問題という形でこう各論点のところで、こんなところから論文試験出題されてますよというのが分かるような感じで、付記を、しております。であと予備試験の方も、出題の方なんかもこのところに一緒につけているんですけど、そんなことで、司法試験だけじゃなくて、予備試験でも、こう論文試験でこういうところがネタになっているんだということがこう分かってもらえると、結構、論文試験の勉強しやすいんじゃないかと思うんですよね。今までのこう過去問の傾向を見ていると、予備試験で例えばこう、論文試験で出たところって司法試験でも出るし、司法試験で出たところってまた予備試験の方でも出たりするので、結構お互いにこう、同じようなところが出ているので、そういう点で、こう、司法試験の受験生でも予備試験で、どういうところが出ているのかっていうのを分かっているとすごく、有利になるのかなと思うんですよね。そんな感じで、私のこのテキストの方全部その論文試験の方、司法試験予備試験の方で出てるところをきちんとこういう形で関連問題って形でつけてますので、勉強すごくしやすいようになっております。だけど、この矢島の促進インプット講座の方でしっかりとまずは合格に必要な基本知識しっかりと身につけてもらったら、今度は次にこの2の方に行きますけれども、こちら矢島の論文完成講座っていうところになってきます。でこちらの方は十分インプットができたということで、いよいよ、それを答案の形にするにはどういうふうにですね、頭を使っていけばいいのかということで、その論文の事例処理をするのにですね、必要なそういった法的思考能力を磨くための講座になってます。でいずれも私の方で、きちんと責任を持って回答例ですね、作ってやってまして、で特に出題の趣旨とか採点実感、特に司法試験の方っていうのは試験構成員が毎年ですね、出題の趣旨に加えてさらに採点実感、どんな答案が求められているのか、あるいはどんな答案がダメなのかってことを結構具体的に試験構成員が将来の受験生のためにですね、メッセージをこう採点実感という形で送ってくれてますけど、そういうところにこううまく沿うような答案を私の方で責任つく、持って、作っておりますので、その実際にその私の作った回答例をもとにですね、ここはどういう理由で、そのどういう事実を重視してこういうことを書いたのかということはしっかりと説明して、十分ですね、その論文の事例処理ができるような、試験構成員からこう高評価を得られるような、そういう答案を作るための思考方法をですね、しっかりと伝授していくのがこの2の講座ということになりますね。ということで以上、この1と2、矢島の促進インプット講座とこの矢島の論文完成講座、ここのところが本当に核になる講座になってます。であとこの論文完成講座の方で取り扱うその問題の方ですけれども、このレジュメの一番後ろの方に付けてあります。こちらパンフレットの方一部その問題文が一時期未定だった期間があったんですけど、大体こう固まって
ますのでね、このどんな問題を取り扱うのかということで、まあ、メイン問題の方ははっきりとね全部こう書くようにしております。まあ、そんな感じのところですね。まあ、詳しい中身はね興味がある方は後でこう後ろの方を見てもらえればと思いますね。さてであと次いきますけれども、今度またレジュメの1枚目のところに戻りまして、今度丸3でね矢島のスピードチェック講座になります。でこちらの方はですね、まあ、矢島の促進インプット講座なんかで、まあ、しっかりとね深い、まあ、勉強をしているした、あるいはまあなんか従前ね、どこかでまあ自分でしっかりとまあ各科目のね基本を十分深くまあ判例とか、あそのね重要論点なんかをしっかりと学んだというような受験生が最後に試験の直前期にですね、まあ、本当に大事なところ、そこのところをまあ短時間で効率よくですね復習するための講座が、これが矢島のスピードチェック講座ということになってますね。でちなみに昨年は全部7科目40時間でまあやってたんですけど、まあ、直近のねここ最近のまあちょっとこう過去問の傾向からすると43.5 時間ぐらいこうやるとね、まあ、ちょうどよく対応できる、今度の、ね、試験に対応できるのかなっていうふうに思いまして、まあ、ちょっと時間ですね、今度、新しく2020年の1月に、まあ、とりあえず数学クラス開いて、その直後にね、通信クラスの方で授業を発信していきますけど、まあ、昨年よりちょっと3時間30分ほど伸ばして合計43時間30分ですね、まあ、そちらの方でまあやっていくような感じになります。でテキストはこれはまだスピードチェック講座は今現時点で新しいテキストないんですけれども、これ、昨年のテキストですね、まあ、即習インプット講座と比べるとものすごくまあ薄いんですけどね、これをまあ一気に、こちらが、こちらが即習インプット講座の方ですね、ちょっと画面ちっちゃいからまあ見づらいと思うんですけど、まあ、即習インプット講座の大体、3分の1とかね、もう2分の1も全然ないぐらいの本当に薄いテキストで、まあ、しっかりとこう、ね直前期に基礎固めの本当の最後の最後の確認していくっていうような、ね、そんな講座になってます。さてで今度ですね、2枚目、レジュメの2枚目になりますけれども、丸4、矢島の最新過去問山当て講座というものですけれども、こちらは令和元年の司法試験の、まあ、問題を、ね使いまして、で特に、まあ、令和元年の司法試験の問題っていうのはやはりこの直近の試験構成員がね、この受験生に、まあ、どんなことを、まあ、求めてるのかってことを知るには本当に格好の材料なんですよね。でそんな中で、まあこれを題材に私の方でね、また出題の人が採点実感のところにこう沿うような形で本番の試験でこう評価されるね、そういうそのポイントになるようなことが分かるような、まあ回答例を作って、でそれで、まあそのね、どういうとこそのどういう理由でこういうことを書いてるのかということを、まあしっかり講義することによって、まあ、それで話をね聞いていただければ、まあ、本番の試験でこう評価されるその答案の作り方っていうところのイメージがこう湧いてくるようになってます。まあ、でその2段落目のところですけど、今度はその講義の前半の方でまあ過去問のねお話しするんですけど、後半の方では今度ねその令和元年の司法試験にまあ出そうな、まあ要は論点の山当てですね、まあそれをやるんですけれども、まあそういう形でその全体の講座がまあできておりますね。でこれがまあ丸4ということになります。というわけで、まあ以上ですね、この合格に必要な4つの講座ということでまあご案内いたしました。この丸1矢島の促進インプット講座、丸2矢島の論文完成講座、そしてねこの矢島のスピードチェック講座、そして今の矢島の最新過去問山当て講座、まあ以上のね4つが、まあ、合格に必要なものということになってます。であとは、まあ、必ずしも、ね、必要なものではないんですけど、もし、ね、担当試験の方ちょっと一人で勉強するのがきついなってことになった場合ですね、基本的には矢島の促進インプット講座でも担当試験 のこう知識を身につけることはできるんですけれども、さらに、ね、こうちょっとしっかりとやっていきたいということで、あればですね、特にこの司法試験向けではレジュメの 2ページ目のところ、2枚目のところなんですけど、この丸5のところですね、矢島の担当対策シリーズというところになります。まあ、促進インプット講座の方ではどうしてもその講義時間数の、ね、ちょっとこう問題で、まあ、有限な講義を、ね、フル活用、試験に合格との関係でフル活用するためにこの家族法のところ、憲法統治のところが若干薄めになってるんですけど、まあ、ここのところで、担当対策シリーズの方では家族法と統治憲法統治のところ、まあ、そこでしっかりとね、こう担当の合格に必要な、まあ、十分合格できるだけの知識はこちらの方で習得することになってができるようになっております。でちなみに私の講座基本的には全部私の方でね、テキストを作っているので、まあ、講座を受講をしていただければですね、テキストの方そのまま別に別売りで買わずにね、ついてくるんですけど、憲法統治だけはレックの方で出版している完全受験択一論法、まあ、よく受験生では巷で簡択なんていうふうに言ってる方もまあ多いようなんですけれども、まあ、そちらの完全受験択一論法の最新版ですね、まあ、そちらの方で講義をやっております。まあ、というわけで、まあ、そちらの方受講される方はちょっと完全受験択一論法の方はね、まあ各書店ですとかレック各本校、それからまあアマゾンとかね、その他いろいろ通信販売でも買えるようにはなってますけども、まあ、そちらの方をね、入手していただければというふうに思いますね。
で、あとはですね、この次、丸6のところですけども、こちら改正民法対策講座です。こちらちょっとですね、このどういう方が取るのかというところちょっと限定されているんですけども、こちらは改正民法ですね、2020年の4月1日から新しい民法の方が施行、ね、されますけれども、その改正される前の民法がもう頭の中に染み付いてしまっている人向けの講座になってます。まあ、こちらの講座はですね、まずこう改正目はこうだったんだけどこういう理由で今度はね新しくこういうになりましたということをですね、特にこう民法の試験上大事なところをですね、まあ、取り上げて一個一個その受験生の皆さんが誤認混同、新法とね旧法の方で誤認混同しないようにですね、解説をしていく、まあ、そういう講座になってますね。で、まあ、旧法改正前の法律知らない方は別にこの講座いりませんので、まあ、普通に体系的に民法をね、一から全部その相続から始まって、もう物件債権家族法全部やりたければ、まあ、矢島の促進プト講座とか矢島のスピードチェック講座の方で、まあ、学習できますので、そちらの方だけで勉強していただければと思います。ただ、そのね、旧法がちょっと身についてる方は矢島の促進プト講座とかスピードチェック講座の方はね、まあ新法を前提に、新しい法律前提にですね、授業をしておりますので、まあ、そこでどうしてもちょっとこう心配な方はね、まあ、一回こちら短い時間で、まあ、9時間でまあやってるんですけど、まあ、そちらの方でこう、ね、改正点のポイントだけ、先に確認しておいてもらえると、まあ、スムーズに、矢島の促進プト講座とかね、矢島のスピードショック講座なんかで学習がすることが可能になっておりますね。というわけでこれが、この丸6の、ね、改正民法対策講座の、まあ、矢島クラスですね。私の方で、まあ、いくつかレックの方でまあ出してますけど、まあ、この矢島クラスというものはこういう、ね、内容のものをやっております。さて、で今度、次のレジュメの3枚目になるんですけれども、こちら丸7でね、こちらの選択科目でちょっと申し訳ないんですけど労働法選択の方ちょっと限定で、まあ、私の方で労働法の方をですね、講座の方を作ってまして、まあ、そちらの方はこちらでご案内しております。まあ、こちら、丸7の括弧1の選択科目総整理講座というのは、まあ、イメージで言うとインプット面で矢島の促進インプット講座、そして論文の面で、まあ、私が過去問の回答例を作ってね、まあ、解説するんですけれども、まあ、矢島の論文完成講座ということで、で、まあ、要は促進プト講座と、ね、その論文完成講座がちょうどこう混ざったような、合わさったような、ね、セットになったような、まあ、そういったものの、まあ、労働法版というのがこの丸7の括弧1の、ね、選択科目総整理講座の矢島の労働法というものになってますね。で、あとこの丸7の括弧2のところは、これ毎年パンフレットに載せてないんですけど、まあ、大体3月とか試験の直前期にですね、まあ、ちょっとやろうみたいな感じで、まあ、気持ちが起こって、急にね、やり出すような6時間でこう労働法のインプットをやるような、まあ、そういう講座なんかもちょっと今のところ考えてます。で、あとは、大体ね、主な講座こんなところで、あとちょっとおまけ、司法試験の方丸8は関係ないのでね、この実務基礎は関係ありませんので、まあ、丸9のところになりますけど、まあ、矢島ゼミもまあこちらの方はね、なんかどうしてもこう一人で勉強してるとなかなかちょっと心が折れそうだとかね、あとはまあこのまあ、水道橋の方でやってるんですけどね、東京の水道橋というところでやってるんですけど、まあ、そちらの方通える方が限定になっちゃうので、まあ、そちら通える方でかつね、なんか一人で勉強するの苦しいなっていう方がいたら、まあ、こちらの方顔出してもらえればというふうに思いますね。まあ、そんな感じのところですね。というわけで以上ですね、この2020年合格目標ということで、まあ、私の方でこれだけ、まあ、ちょっと講座準備して、提供をね今回しております。あとはまあその他無料公開講座なんかもね適宜やっていたりとか、あとすでに終わっている無料公開講座なんかもレックの、ね、ウェブページで閲覧することがまあ可能ですので、まあ司法試験とあと予備試験の方でもね、ちょっとこう予備試験 の、この、ね、直近の過去問なんかをまあ解説、まあ、刑事訴訟法と行政法解説してるんですけど、まあ、予備試験の、ね、今年の過去問の場合は分析会みたいなものなんですけど、まあ、司法試験の受験生の方もちょっとこう論点を、ね、知るっていう上では勉強になるかもしれませんから、まあ、そちらの方一回いいですね、レックのウェブページの方からそれぞれ YouTube 動画を見ようみたい な、 なんか確かそんな感じ の、 項目のところにそれぞれ司法試験と予備試験向けに講座出してますので、まあ、興味があったらそちらの方を、ね、見ていただければと思います。あとは、まあまあ、機会があったら、ね、なかなか遠い方は大変だと思いますけれどもね、まあ、機会があったらぜひレックの本校で、まあ、無料公開講座の時なんかに今日来てもらってね、で、まあ、声なんかかけてもらえると嬉しいかなというふうに思いますね。まあこれからね、勉強の方すごく、まあ、大変な時期になってきますけれども、まあ、ぜひその、ね自分でもやることを決めて、ですね、そこをもう徹底的にやっていってね、必ず合格ですね、するまでもねしっかりと勉強を続けていってもらえればというふうに思いますね。あとぜひね予備校の本だけに頼るんじゃなくて、やっぱりこう条文がすごく大事ですから、まあ、皆さん六法各自ね、六法は何でもいいと思いますけど、その六法の条文を大事にしてほしいと思うんですね。まあ、例えばこうインプットの、授業でねこう出てきた条文とか、あとは担当の過去問なんか
かをこうね解いてるときに解説に条文書いてあるはずですから、あそういった条文をまあ自分の六法の方に全部こう印かなんかをこうね赤ペンとかでこう何色でもいいですかとかチェックをしてね、でたまにそれを読み返すということによって試験との関係でまあ大事な条文を効率よくまあ復習できますので、まあぜひそんな感じでね、まあ試験の本番特に論文試験の時ってもう本当に六法だけがまあ頼りですから、本当にねその条文をまあ大事にしてください。特にあの試験用六法じゃなくても構いませんからね、大事なのはあのその試験用六法っていうそういう枠組みにそういう枠になれるんじゃなくてその条文になれるっていうのがまあ大事ですからね。例えば会社法だったらそのね新株や券のこのね発行差し止め請求って言ったら何条ですかって言ったらまあ247条、まあ、ブルドックソース事件なんかでね、結構まあ、有名な事件で、こうね、しっかり学習するようなものですけど、まあ、そんな感じでね、どんな六法でも、まあ、ある程度こういう制度って条文のどの辺にあるのかな、どの辺にあるのかなっていうのが分かってくるということが大事ですね。まあ、それができてないとあの結局試験用六法だろうが何だろうか関係ないんですよね。あの条文になれるという形でね、まあ、六法になれるというのはその条文になれるっていうような観点からまあ勉強を、ね、していっていただければというふうに思います。というわけで、まあ、今回ですねちょっと、まあ、講座のご案内という形だったんですけどね、まあ、機会がありましたらぜひレックの方にお越しください。それでは、今回こちらはご案内の方は終わりにします。まあ、ぜひね受験勉強の方頑張っててください。